はい、どうも。今はね、懲りずに、また、平城宮跡の方に、来て、で、大相撲アクションのね、ジンバル、ライダー M にね、つけてというのを、もう一度やってます。ただ、大相撲アクションの方もね、ちょっとこう、改良をして、ジンバルの方からのね、ノイズが、時間に入らないようにちょっとクッションみたいなのをねつけてやってみました。まあ、そうしないと大相撲アクションの方のマイクが直にこうジンバルのちょうどモーター部分に触れちゃうんでね、まあそら音を拾っちゃいますよね。なのでちょっとそれはちょっと変えてみました。もうね、天気が良すぎて暑いんですよね。見えますかね、若草山。人間の僕の目では見えてますけど、ちょっと上の方にね。まあ GoPro との比較もそうなんですけど、大相撲アクションね、単体でちょっと2台つけるのはね、やっぱり僕作ったマウントでこの前も撮ってたんですけど、どうしても重たいんでね、やっぱりなんかこうしっかりネジ締めとっても緩んでお辞儀してくるんですよね、動いちゃって。ちょっとやっぱり2台マウントするっていうのはGoPro のなんですか、まあユニバーサルマウントっていうか中ね締め込むやつではもうちょっと限界がありますよね。暑いな。今日はバイクで来たんでね、いつもチャリ持ってきたりしてチャリで動いてるんで、歩くとね結構距離あるんですよ。いつもなんかこの前も撮ってた GoPro とかテストしてたのはもっとかなり向こうなんですよ。歩くとどのくらいかかるかな。平城宮跡っていうのも結構広いんでね、暑いな。どうですかね。どっかで、ちょっと、休憩したいな。あ、ちなみにね、今日はご飯をね、ちょっと、いっぱい食べちゃいました。なんていうか、今ちょっと写真でも載せておきましょうか。こんなところで、食べて。ちょうど京都と奈良の、こう、境目にあるとこなんですけど、だから国境食堂ってね、なってるんですけど、そこをね、行ってきました。まあ、たまに僕行くとこなんですけど、何せね、そこのね、すごいやつがあるんですよ。それがね、こちら。ドン！どうですか？なかなかね、すごいですよ。まあ、お値段はね、何ぼだったかな。税込みで行くとね、千ちょっとくらいです。もう、カツ丼2杯分くらいあるんじゃないですかね。なかなかすごい量ですよ。まあ、ちなみに、僕は、ダン。はい、ちゃんと全部完食いたしました。はい。まだいけますね。まだいけるってそんなもん食べとったらいかんのですけど、食べようと思えば食べれちゃうということで、もう自慢にも何にもならないですよね。食べるなっていうね。これ何だったかな。
大極殿なんか、これね、これ前も中入ってなんか撮った記憶がありますけど、まあ復元してね建てた分なんで、値打ちがあるのかどうかって言ったらなんか微妙な感じかもしれないですけど、まあだだっ広いところにドーンとこれだけ立ってるんで、なんかインパクトはありますけどね。ここはあんまり人がいてない、だからいいんですけどね。はい、中入ってみましょうか。結構オズモアクションね、暗いとこでの撮影はなんか良さそうですよ。GoPro とかだったら、僕は家の中で部屋で撮ってたりすると、なんかあんまいい感じに撮影できないんですよ。GoPro あんまり暗いとこはね、ちょっと弱いですよね。わりかし大相撲アクションの方が、なんかすごい、こう、明るく鮮明に撮れてる感じがしましたですね。はい。ではでは、なんだろうね。合ってんのかなこれ。大極殿。なんかそんな、合ってんのかな。じゃあ、とりあえず、中に入ってみましょう。動画は OK。ね。フラッシュ三脚は禁止。はい。ということで。あ、涼しい。日陰が涼しい。暑いわ。ちょっと、ないな。暑い。どうでしょうか。ご自由にお取りください。あ、なんや、石置いてると思った。押さえで置いてるだけか。ね。うん、どうですかね。とりあえず、ジンバルのモーター音が入ってなければいいんですけど。だらだら撮ってますけどね。高見倉。今、ちょうど胸にね、キャプチャーでマウントしてます。ね。で、ジンバル、ライダー M をつけてるような状態です。あそこにも、なんていうのか僕全然知らないけど、また、復元作業をしてますね。はい。で、向こうの方が、若草山。奈良市内ね。まあなんか、観光名所っていうかね、いっぱいありますよね。はい。向こうはね、バイク止めるのもパッと止めれないし、まあ、めんどくさいっていうのもあって、いつもね、平常休息ということになるんですけど、ここ広くてね、いろいろなんかできるんで、いいんですよ。はい。まあ僕はもう何回も来てるんで、このまま、出ようかなと思います。よいしょ。はあ、気持ちいいな。涼しい風が。よし。どうでしょうかね。まあ。こんなところで終わろうかな、検証は。まあ、とりあえずね、いろんなパターン。まあ、バイクに乗せてね、やったりもしてたんですけど、ライダー M ね、
やっぱりバイクに乗ってたら、胸マウントしてるんだったらいいですけど、車体に直にね、置いて、何ですか、ジンバルつけると、もうジンバルが、もう揺れがありすぎてバグってしまって、なんで、電源落ちちゃうんですよ。だから、あれですね、やっぱり、なんていうか、胸にマウントしてやるくらいがちょうどだと思います。でもどっちしても、風切り音がね、結構、風切り音低減機能オフにしてるんで、そうすると、バイクとかの乗ってたら、やっぱどうしてもね、速度ある程度乗ってくると風切り音がかなり入ってくるんで、まああんまり、こう、なんていうんですかね、向いてないのかなという感じもしますよね。だからどっちかというともバイクにつける直付けするんだったら、まあどうかな、オズモアクションかなり手ブレっていうか、そもそもブレに強いから、そのままつけて、でマイクの部分になんとかモフモフを、ちょっとつけて、こう風切り音をね、低減するという感じで使った方が、まあ GoPro Hero 7よりはかなり、なんですか、元々の、電子手ブレ補正が効くんで、まあいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい。今、いてたのは、あそこね。ということで、どっかジュースでも売ってるとこまで行って検証動画終わろうかな。なんか、ま、奈良の街中の街ブラ動画なんかもどうかなと思ったりもするんですけど、あんまりね、人の顔がバンバン映ってるのも良くないかなと思ったり、テレビのやつってどうなってるんですかね、あれ。なんか最近バラエティとかだったらもう全部、こう、顔にモザイクかけたりしてますけど、ニュースとかの場合は、モザイクかかってないですよね。普通に。まあ、当然ライブ中継もあったりしますからね。あれのその、いいか悪いかの境目っていうのはどこにあるんでしょうね。ちょっとそこら辺がわからない。あそこ行けば何かあるかな。暑い。あ、ちなみに、見えます？向こうの方に、なんか門みたいなのがあるやつ。あそこ僕がいつも、歩いたり走ったりして撮ってるとこですね。結構遠い。ああ、なんか小学生っぽいのがいっぱい来てるわ。暑いやろな。ここは、お茶飲めるとこではないのかな。何か、復元事業、情報館。ジュースくらい売ってるのかな。売っててくれたらいいけど。暑いな。ないな。多分なさそう。ここはないか。ジュースとか売ってるとこはないんですか。あ、ジュース。あ、そっち売ってるんですか。はい、あ、ありがとうございます。あ、大丈夫です。あ、そこですね。はい、すいません。は
じゃあ、ジュース買おうと思いますんで、まあ、とりあえず検証はこの辺りにしておきます。ではでは。